前回のマインクラフトはウィザードの戦いで全てを失った。しかし昔の村に戻ると奇跡的にアイテムが残っていた。エンチャントとポーションのためにネザーへゴー。なんとかアイテムをゲットして命からがら逃げ帰ることができた。ブランチマイニングと敵を倒しまくってレベルをアップ。なんとかウィザード戦う前の状態に戻すことができた。もうウィザードとは戦わない。登録。はい、どうもナオチンです。さあ今日もマインクラフトをやっていきます。よろしくお願いします。今日はね、村人の繁殖期作っていこうと思います。もうこのゾンビ村をさ、村人がいる村に変えちゃおうかなと思ってるとこなんですよ。まあ、とりあえず、やり方は分かったので作っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。んー、じゃあここに作ってみようか。村はすぐ横にあるんだけども、まあ村として認識されるかな。まあとりあえず行ってみまーす。縦横15マスずつの柵が完成。この真ん中に柱を5マスで建てるということだね。ど真ん中をちょっと探して建てよう。完成。柱を立てて3マスずつの、横の部分を作った。でこれから上を作っていくのかい。次はこの上を田んぼの田みたいな感じにして、でこっから、横枠を作っていくのね。 OKOK。 ちょっと難しいな。完成。で、橋の一箇所ずつを壊していくと、いうことでね。ここと、で、次はここか。で、持って、ここと、ここ。OK。なんかこんな感じになりました。で、この後に、どうすんだ？土を入れていくのか。ここに土を入れていくみたいですね。いや、待って、ここね、土の前に、なんか看板を設置しろってあるね。看板をこことここ。で、全部同じ箇所に、ひっつけていきなさいよと。看板はこれ何の意味があるんだろうね。何の意味があるかわかんないけども、まあまあ、教科書の通り、やっていきましょう。あと一箇所か。あとこことここで、看板完了です。 OK。 でこっから土だね。こっから土を入れていきます。はい、土完成。で次に、ここの隙間に水を入れていくみたいだね。看板の2つ横、ここに水を入れると。はい。あ、下に流れないのか、これで。あ、なるほどね。この看板があるから、流れないってこと？なるほどね。で、ここ。おお、完璧完璧。で、そして、こっちにも、やるってことね。OK。やりましょう。こうして、こうか。はい。で、この看板を、これで、壊していいんだな。あ、なるほど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 。この端っこの1個は残して、他のやつは壊していいですよ、と、いうことみたいなね。おっしゃ。おー！つながった。水がつながった。看板は流れてんだけど。いいか。下で拾えばいいもんね。OK。これどうなんの？どうなってんの？あ、間違えた。まあいいか。こういう感じになりました。あ、下には水は流れてない。なるほどね。はいはいはい。上だけ、なんか田んぼみたいな感じになったっていうことか。で、これでどうするんだ？次は。そして、ベッドとコンポスターを置いていく。
うん、ベッドは村に結構落ちてたから、ああ、よかった。え、こうして、え、あ、こうして、で、こう。あ、で、この端っこにコンポスターを、置くっつうわけね。こうか。なるほど。だから村人を、農民にするために、コンポスターをここに置けと、書いてあったんだよね。まあ、全体にこの形を作ってみましょう。おっと、村から結構ベッド持ってきたら、色もいい感じに統一感が出たよ。で、これで、柵をつけるのか？ああ、木をちょっと並べるみたいだね。ここをこう伸ばしていくと、いうことだね。この端っこギリギリまでだよね。端っこギリのところまで伸ばして、これを全面やると。これ何の意味があるんだ？村人が逃げないようにかな。まあまあ。あ、でも俺がこの中に入ってるとダメだから、俺はこっからちょっと抜け取った方がいいのか。こっちにいようか。こういう感じ？え？ああ、ミスった。壊して、え、なんだろうね。こんな感じになったけど、いや、ほんと教科書通りでこうだよ。え、で、これでどうすんの？あとは、四隅に松明を置いて、モンスターが発生しないようにして、で、ここを耕しといてやると。いうことだね。これで完成みたい。意外と簡単だったな。で、これ完成して、あとはちょっと村人をね、2体ここに連れてこなきゃいけないんだな。どうしようか。近くに村はあったんだけどね、ちょっと村人をね、連れてくる方法が全然わかんなかったから、もうここはチートコマンドで、召喚してみました。結構簡単に行くもんだね。サイトの通りやると、召喚できた。ああ、できたできた。で、じゃあ、おお、どこ行く？お前、え、ここの中に入れなきゃいけないんだ。あ、間違えた。ここの中に入れなきゃいけない。あ、入った入った。おお、ちっちゃいのが出た。違う違う。え、違うんだ。ちっちゃいんじゃなくて、大きいのを呼ばないといけない。あ、大きいの来た。あ、来た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 。で、これで俺だけ出て、ここを閉じてやると。で、君もさ、前もちょっと下に落ちないよ。いいか。え、これでいいの？これで、増えていくのかい？まあ、とりあえず、見守っとこうか。畑にね、何も植えてなかった。あそこに植えてやらなきゃ、ダメみたいだな。上に行きましょう。はい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 、お待たせ。閉めとこう。もしもなんかね、新しいのができて、逃げられたら嫌だし。お前、まだ上におるのか。落とす？下に。あ、間違えた。落ちて大丈夫？落ちろ！あ、オッケー、落ちた、落ちた、落ちた。これでいいんだな。で、こう植えましょうか。なんか土のまんまのところがあるな。よし。こんな感じで、いいか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これでなってくれるかい？よし。はい。もう準備は多分これで万全のはずだから、あとは、こいつらに任せて、俺はちょっと下で、待機してみましょうか。え、なんで？猫がいる。なんで？猫が増えとるぞ。
違う増やしたいの人間。なぜ猫が増える？増えた。食べ物やらなきゃダメなんだな。増えた。いやでも、子供は下に落ちてくれないとダメなんだよねこれ。子供、おお、雷、びっくりした。あ、ちょっとハートマーク出てる。子供たち落ちろ、横に落ちろ。これ勝手に落ちる？俺が落としに行かなきゃいけない？増えた、どんどん増えるぞ。どうしたらいいんだこれ。子供が下に落ちてくれない。どういうことだ。あ、よかった、子供落ちてきた。落ちてくるんだな。あ、で敵が湧くから、これはつけとかなきゃダメだな。敵が湧かないようにつけれる。あ、つけれるね。これで湧かないようにしとこう。まあ、とりあえず、成功ということでいいでしょう。どんどんこれ増えそうだな。まあ、次の放送までには多分村人たくさんになってると思うんで、はい、それもお見せしたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。